まるです。今日のテーマはカンタービレ、あーって歌うことだよね。アニソン歌うように弾いてね。簡単って思ってミスしないでね。ミスはしないでね。ミスはしないよね。間違えた。こんにちは、アサリオンチャンネルです。今日も、前回から引き続きクーラウ作曲ソナチネ55-2の今日は第二楽章を発表します。1-3先にやったんですけど、第二楽章はガラッとゆっくり変わりまして、ゆっくりな曲です。で、表記はですね、カンタービレとしか書かれてませんでして、カンタービレというのは、のだめカンタービレ、カンタービレ、歌うようにっていうことらしいんです。で、ヤマハさんの教本には、80から88の間でゆったり弾きましょうってあったんですけれども、速度表記が最初に書かれてるわけではないので、歌うようにということで。で、ピアノの先生とか模範演奏を見ていると、ものすごくゆったり弾かれてる。めちゃくちゃゆったり、そこそこゆったり、いろんな、先生がいますけれども、私は自分が歌えるぐらいの、速度。あんまり、ゆっくりだと、もうオペラ歌手並みの歌唱力がないと無理なんじゃないかなっていうぐらいのあれなので、そこそこもう少し早く。いつもは、速度。メトロノームが大事っていう話をしてて、それをないともうぐちゃぐちゃ崩れたりするんですけど、こちらは逆に、歌うようにということなので、あまりメトロノームに縛られてやると、今度は機械的になって変な感じになるので、テンポがぐちゃぐちゃにならない範囲で、ゆったり弾くように心がけました。できているかどうかはちょっと別にして。で、そちらの方が大事かなという気がしています。ではちょっと弾いてみます。なんですけども、速度、テンポのちょっとところと、あともう一つですね、私が難しかったところというか、間違って装飾音符のとこ弾いてて、最後に仕上げでちょっと模範演奏を見てみたら、あ、音が違うって分かって慌てて修正したのがあるんですけど、それがどこかと言いますと、最初の後半のところで、ところをラの、シャープなのにラのフラットだと勘違いして、こう勝手に単調っぽく弾いてたんです。でも
全然楽譜よく見て、模範演奏してると、あ、全然違うわと思って修正しました。それが正しいのが、ラーシーって上がる、こうやってやってたので、もう全然違うわということで、まあ最初にちゃんと見とかないといけないなっていう反省。それと、装飾音符。ここがですね、ここの下に小さくこう弾きなさいっていうのを書いてあるんですけど、そこをちょっと適当に思い込んで、のところを、っていうふうにちょっと一つ音が多く弾いてて苦労して変な感じで。ゆっくりちょっとやってみてもらうか。間違えた。ちょっと間違えたのも修正したので難しいんですけど、だから入りづらいですよね。1個多いから。そんなに苦労しなくても。正しいのは。で、行くのに、で、やってたので、まあ、せわしいという。まあ、これはちゃんと最初に譜面、譜読みをしっかりしましょうということですね。で、あと、模範演奏も聞いて、音が違ってたらわかるので、そこをちゃんと聞いてやらないといけないなというのが、まあ、第2楽章は本当に簡単でした。簡単なのに楽譜の読み違え、油断大敵って言葉知らないのかも。最後に気づいたって言ってたけど、装飾音符変じゃないってずっと言われてたの聞いてたよ。一つ音が増えてたらリズム合わないよね。お父さん、ヘッドホンつけていじけてるから、ちゃんと聞いてあげてくださいね。メトロノームさんにまずは合わせて、その後は気持ちに委ねた練習。それが大切なのじゃよ。ピアノの練習と我が家のあれこれ、簡単に作れるスイーツや、節約できそうなアイデアもいっぱい。ポチッとチャンネル登録、質問、励ましコメントお願いします。次もまた見てくださいね。またねー。